し、人類は幻獣に対して対抗する術を維持していませんでした。そのため幻獣のことを天才とみなし、すごいことでもないばかりでした。しかしそれを変えるのです。幻獣に立ち向かう力を持った者が現れ始めたことで、わずかな希望が見え始めたのです。ストレスキャット、well, I need one more and I have 14 minutes and 2 tries remaining. Womp womp womp. Will it happen? That is the question. Yeah.
One more shot. この時代より幻獣は全ての種族から天変地異として恐れられておりました。突如として世界に出現しては嵐のごとく全てを滅ぼし消えていく。立ち向かう術を持たぬ者たちにとって王様はまさに天才であったのでしょう。
seriously have to dash board in my last try. So sad. We went back.